日本東北地方秋田県秋田市公面公面は秋田県秋田市にある大技。郵便番号は010-0041。住居表示未実施地区。秋田市の東部に位置する。太平川の中流域右岸にあたる広大な農業地域だったが、戦後は急速に宅地化が進み、現在では大半が住宅地となっている。 地区内を南北に循環する秋田県道41号、秋田昭和線、東西に走る秋田県道28号秋田岩見、船岡線、秋田県道62号秋田北野田線沿いには商業施設が多い。手形学園長の秋田大学手形キャンパスや柳田の道本堂キャンパスに近いため、一部は学生街の様相も呈している。 かつては南部において太平川の砂岩にも地区の一部が存在したことがあるが住居表示実施に伴う町名整理で砂岩域は新たな町日の戸である桜横森の一部となり現在も砂岩域に残る後面は東部の後面近隣公園付近にあった蛇行を直線化した箇所のみであるまた 北西部の手形山には昭和40年代末から50年代にかけて手形山団地が形成され、やはり住居表示実施に伴い新たな町町となって、公面を呼び、手形から離脱したため、公面あざきん藤沢の残存部が手形山東町によって、その他の公面から分断され、飛び地となっている。ア赤沼に太平山、三吉神社里具があり、古代から、 太平山信仰で栄えた。毎年1月17日には、三吉本天祭が行われる。北は柳田、東は、下北種松崎、下北で桜、南は桜、横森、南西は東通り、西は手形、蛇屋、北西は、手形あざ大沢、手形山と接する。飛び地のあざ金藤沢は、南東、南を、手形山、西、北西を、 手形、北東を柳田と接する。41の小技が設置されていたが、うち4の小技は住居表示実施に伴う区画整理で、全域型地区へ編入され消滅した。1592年9月27日の秋田県文言町宇津市に、馬場広島村994国余りとあるのが、初見資料である。本来は、馬場村と公面村だが連記したもので、 ババ村は、近世以降の柳田村の一部と考えられている。江戸時代を通じて、久保田藩領であり、京宝国有機では、村内70軒のうち49軒は、枝里の赤沼、谷内佐渡、樋口、三津谷4家村分であるとした。関西村府町では、親里目長崎村の宿り木里とされ、秋田風土木では99軒となっている。菅江雅美は、 地名の由来を、上面であると、筆の、マニマニに記している。以下はすべて住居表示実施に伴う変更。2016年10月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。地区内に、鉄道は通っていない。最寄り駅は、中通り7丁目にある JR 東日本を追う、本線、上津本線、秋田新幹線の秋田駅。 ありがとうございます。